皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回はモノクラさんとの疑似 5G バトルをやっていきたいと思います。コメントありがとうございました。モノクラさんの 5G デッキはつぶやきさん太郎が使わせていただきます。そして対戦相手は野水渡です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。お互いのファーストベイ、せーの、じゃん。ダイナマイト・バルキリー、オーバー・モーメント・ゼロ、ファーストギア。デンジャラス・ベリアル、ホイール・エクステンド・プラス・セカンドギア。ファーストバトル、レディー・セット、3、2、1、ゴッシュ。あー、やれ、ベリアル。でもなんかね、デンジャラスね、前の動画でも出したけど、うん、ダイナマイトに弱いんだよな。ね、ここ相性いいかもしれんな。いけそうな気がする。いやもうなんかもうなんかいやこれはいけるっしょ。どうだ、よし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 。ダイナマイト・バルキリーにワンポイント。やった。お互いのセカンドブレイ、せーの、じゃん。ギルティ・ロンギネス、カルマ・ベンチャー2、ファーストギア。プロミネンス・ペルセウス、オーバー・ゾーン・ダッシュ・ Z、ゼロ。セカンドバトル、レディセット、スリー、ツー、ワン、ゴッシュ。いけ、さあ、逃げろ、逃げろ。もっとぶつかりたい。まだ行っちゃった。もっとぶつかりたい。でも相手も少し逃げた。さあ、どうだ、こっからはどうだ。レの力見せてくれ。スリーフィニッシュ。プロミネンス・ペルセウスにワンポイント。よし、お互いのサードベイ、せーの、じゃん。バニッシュ・ファブニル、ギガ・ゾーン・ダッシュ・ゼットを点。ギルティ・ロンギヌス、オールマイト2、セカンドギア。サードバトル、レディセット、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。フィニッシュ。ギルティロンギネスに2ポイントよって、ノミズワタルの勝利だ。やりました。怖かった。モノクラさんごめんなさい。 5G バトルの勝敗は決まってしまいましたが、残りもやっていきましょう。お互いのフォースウェイ、せーの、じゃん。ワールドディアボロス、ドリフト 2B。 バニッシュファビニル、テーパードベアリングダッシュ10。フォースバトル、レディセット、スリー、ツー、ワン、ゴッシュ。まあ、送り合いですからな。さすがにワールドの方に分がありそうだけど、ちゃんと見なきゃ。でも、ファブニルも送り合い強い方だからね。そうだね。結構、どうなるか分かんないな。まあ、地味に新しいベアリングダッシュにしたから、バーストの可能性も低そう。うん。まあ、バーティッシュ、バーストすることしてないけど。あ、ここからだぞ。よく見なきゃ。必要なかったね。よしよしよし。ワールドディアボロスにワンポイント。スピンフィニッシュ。全く見る必要なかったね。お互いのフィフスベイ、せーの、じゃん。テンペスト・ソロモン、ユニバース 2A。 アストラル・スプリガン、ギガドリフト6。フィフスバトル、レディセット、スリー、ツー、ワン、ゴーシュー。なんか 2A で下に押し付けられてましたね。結構体勢有利取れてる気がするけど。ドロー。これもそうみんな、うん、レディセット、3、2、1、ゴーシュー。おー、テンペスト・ソロモンに2ポイント。やったぜ。というわけで、モノクラさんとの疑似 5G バトルが終わりましたが、いかがだったでしょうか。いや、俺はね、ちょっと
5G で負けちゃったのは申し訳ないんですけど、ただ5機全体を通してのバトルだったらだいぶいい勝負できたんじゃないかなとは思ってます、うん、最後のテンペストとかマジでびっくりしたわ。うんうん、そうね、ちょっと3機目のバニッシュファブニルの時にオーバーされちゃったのが痛かったな。まああれは正直まぐれな感じのオーバーの仕方ではあったから、うん、俺の運が良かった感じがしたね、うんうん、まあこれもベイブレードです、うん、何が起こるかは一応分かんないからね。それはテンペストにオーバーされるとも思ってなかったしね。で今回ね、私が使ったこのプロミネンスなんですけど、俺個人のあくまでも感想なんだけど、プロミネンスは対左回転に強いイメージがある。特にその持久戦というか送り合いにね、うん、なんか知らないけど結構勝てるような感じがしてるから、まあ、今回それは相性のいいとこと当たったなとは思う。ただなんかね、同回転だと微妙なんだよね俺の中では。そうなんだ、うん、そこまででもないというか。今回はヘビーモードで使ってたけど、それ切り替える時とかの基準ってあるの？絶対的に勝てないんじゃないかって思ってる、例えばワールドディアボロスの 2B ドリフトとか、うん、そういうの相手だったらもうワンチャン狙ってこう巻き菱みたいにシールドを置いた状態で送り合いしようかなみたいな。なるほどね。そう、相手が送り合いなの分かっててドリフトに勝てるわけほぼないから、うん、ならもうこれを置いてワンチャン狙いに行くみたいな時に軽くしたりはする。そういうことか。でも基本は俺はこっちのヘビーモードの状態でやることの方が多いかなとは思ってる、うん、まああとねこうやってねデンジャラスベリアルも使ってみたんだけど、やっぱりダイナマイトとは分が悪い。そうだね、相性やっぱあるよなダイナマイトとデンジャラスは。なんかダイナマイトには勝てねえそうなんだよね、なんでなんだろう。今のところ1回も勝ってないまであるダイナマイトかもしれん、かもしれん、うん、なんでまあちょっと不思議なベリだなと思う僕は全体を通して結構自分が使ってる 5G デッキにも似てるところがあったりしてすごい使いやすかったです。皆さんもよければモノクラさんの 5G デッキを参考にしてみてはいかがでしょうか。というわけでこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。